あつ森よりです。さあ今回は、ここに出てるんですが、魚の模型全部集めたので飾ってみました。なので今回紹介していこうかなと思います。まあ魚の模型も虫の模型と一緒で、ほんとジャスティンに話しかける、80回話しかけるのがめちゃくちゃ苦行でした。ということで見ていきましょう。下に飾ってあります、こちらですね。さあ左から見ていきましょう。左からタナゴ、オイカワ、フナ、ウグイになっております。図鑑の順番ですね。川で生息しております。さあ次、図鑑の順番で池に生息している7匹です。見てみましょう。まず鯉、ニシキゴイ、金魚、デメキン、ランチュウ、メダカ、ザリガニです。ザリガニとさ、なんだ、金魚からザリガニまでサイズが一緒なんだよね。なので金魚が結構スケールアップされてる感がありますね。そして次、川に出る魚というか亀ですね。カミツキガメとスッポンです。これ模型にしなくてもいいかなってのはありますね。普通に飾るといいです。特にカミツキガメはほんと生きてる模型って感じで飾れるのでおすすめです。まあ、スッポンはそうじゃないんですけどね。さあ、こっち行きましょう。ここは池ゾーンですね。オタマジャクシとその成長した姿、カエルです。そして上は川で釣れるドンコとドジョウです。そしてこちらには、ナマズとライギョ。これは池で釣れますね。さあ、そして川で釣れるもの、順番で並べてみました。右から行きましょう。ブルーギル、イエローパーチ、ブラックバス、ディラピア、パイク、ワカサギ、アユです。ここは川で釣れますね。そして次、下の方には崖の上で釣れるものが飾ってあります。左からヤマメ、オオイワナ、ゴールデントラウト、イトウですね。まあ、イトウとゴールデントラウト、オオイワナに関してはとても苦労しましたね。本当に全然出なかったかな。まあ、伊藤はね、割と出ましたよ。まあ、離島ツアーでね。まあ、レアな、その、魚影が大きいやつしか出ない島に行けば、イチコロなんですよ。ただ、ゴールデントラウトと、大イワナ、これは本当に、数多くの、餌、釣り餌を用意しておかないと、ちょっと辛かったかなっていう印象があります。さあ、続いていきましょう。ここ。この2匹は、加工で入手できる、9月しか入手できないんですが、加工で入手できる魚です。右が、鮭。左がキングサーモンです。魚影はね、鮭は大で、キングサーモンは特大です。さあ下行きましょう。下は川で釣れる魚になっています。上海ガニ、グッピー、ドクターフィッシュ、エンゼルフィッシュ、ベタ、ネオンテトラ、ネオンテトラ綺麗だね。そしてレインボーフィッシュ。レインボーフィッシュよりネオンテトラの方が綺麗っていう。で、ピラニアです。ピラニアもね、割と鱗が綺麗だったりします。さあそして上にはエンドリケリーとチョウザメが飾ってあります。まあエンドリケリーは、夜21時から出る、魚影大の魚なんですが、割とレアですね。でチョウザメも、加工の特大の魚です。割と出ます。さあ上の部分には割とでかいサイズの魚たちが並んでおります。右からアロワナ、ドラド、ガー、ピラルクでございます。まあそんなにレアかと言われるとそこまでレアではないんですが、ピラルクはね、めちゃくちゃサイズがでかいので一発でわかるかと思います。で桟橋の部分はちょっと後で飛ばしていきます。まあ一番苦労したんでね。さあ右からこの並べてある熱帯魚付近ですね、行っていきましょう。クリオネ、タツノオトシゴ、クマノミ、ナンヨウハギ、チョウチョウウオ、ナポレオンフィッシュです。まあ、ナポレオンフィッシュちょっと捕まえにくいのかなと思ったら、魚影特大で割と出ます。まあ、レアな島行けば割と出ますね。で、左、これミノカサゴ、フグ、ハリセンボになっています。でね、フグ割と出にくかったですね。まあ、そんな印象があります。魚影中なんだけど、あまり出なかったかな。さあ、続いて紹介していないの、この、右と左ですね。左からアンチョビ、アジ、イシダイ。そして、スズキ、トッタイでございます。右には、カレイとヒラメがあります。
そして左、イカ、ウツボ、ハナヒゲ、ウツボでございます。いいね。さあ、このマンボウゾーンからいよいよ、背びれ族にも入っていきます。背びれ族の一番でかいやつ、マンボウ。これだけね、小物じゃなくて家具なんだよね。ちょっとそこびっくりしたんだけど。最初ね、全部収納に入れておいたら見つかんなくてさ、マジで焦ったんだよね。マンボウどこ？え、いないんだけどってなって、びっくりしました。怖かったです。さあ続いて、エイ。エイはね、割と出ません。一応、スズキと同じサイズなんですが、まあ結構時間帯が限られてるっていう理由もあって割と出なかったですね。さあ問題の背びれ族、ここから入っていくわけですが、まあサメの島に行けば割と簡単にゲットできるので、まあ3匹集めるんだったらサメの島で、ぜひともゲットしてみてください。で、下からノコギリザメ、シュモクザメ、サメ、ジンベエザメ、で、コバンザメ、奥の方がコバンザメとなっております。コバンザメが一番出て、まあ、サメも割と出ますね。一番出ないのは、こやつ。ジンベエザメです。ジンベエザメは本当に出なかったかな。まあ、81、9匹ぐらい、サメの島では釣りましたが、ジンベエザメは4匹しか出ませんでした。そして深海の生物、チョウチンアンコウ、リュウグウノツカイ、デメニギスでございます。まあ、チョウチンアンコウは普通に出ると思いますね。リュウグウノツカイも割と出るかな。ただ問題はちょっとデメニギス。これが出にくいです。9時から出てくるんですけど、9時から4時かなの間に出てくるんですが、魚影のサイズが小なんですよね。アジのサイズと一緒なので、あ、これアジだなって思った時にも釣ってみるのがいいかなと思います。そして皆さんお待ちかね、シーラカンスです。シーラカンスは雨の日にしか出てこない特大のサイズの魚なんですが、まあ雨の日だったら割と出てきます。そして、晴れている日でも、離島だったら出てくる場合があるので、見逃さないようにしてあげましょう。さあ最後は、桟橋行ってみましょう。まあ個人的にめちゃくちゃ苦労した魚たちが、桟橋にはいますと。さあさっきのマグロの方と、カジキ。まあこれさ、まあ3月、4月ぐらいで釣ろうとすると、まあどっちかに偏ってめちゃくちゃ苦労するっていう話ですね。まあ特大、どちらも特大で、まあ、出現率同じぐらいなので、被って、ヘイトがどっちかに向くっていうこともあると思います。まあ、個人的には、カジキが全然出ませんでした。まあ、ただ、月を変えてやれば、普通に出てくると思うので、まあ、そこはね、生息時期を見極めていきましょう。さあ、ここが本当に出なかったゾーンです。浪人味に関しては、スズキと一緒なので、あ、もう全然出ません。こいつ何なのって感じ。ただ、離島ツアー。レアな花がある崖のある島だったら魚影が大しか出てこないので、まあ釣り餌で頑張って捕まえるのがいいでしょう。シイラも本当に割と出てこないですね。2匹目まではあっさり行ったんですが、3匹目が出てこなかったので、まあ本当に辛かったですね。なので個人的に辛かったかなって思うのは、浪人アジ、シイラ、まあカジキ、マグロあたり、あとはそうだな、エンドリケリーも割とちょっと出にくかったかなっていう印象はあります。あと、伊藤とゴールデントラウト、大イワナ。ここは本当に出ない。ほんとムカつくぐらい出ませんでした。なので皆さん、崖の上はちょっと注意してください。まあ、離島でも出るんですけど、まあちょっと難しいかな。まあ、離島の崖の上の池ではなくて、まあ、滝がある川のところ、そこでゲットしてみてください。まあ、どちらも、魚影が中なんでね、よかったら捕まえてみてください。パンクスくん、かわいい。ということで、今回は、この辺で終わっておきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ。
Yeah!